リプスさんのファンレベルが上がりました。おめでとう。充電されない、うん、はい、OK。元気ですか？そうですか、さようでございますか。それは良かったです。少しだけ部屋の片付けをしておりました。部屋は片付きませんでした。残念です。ブワちゃん、100回目の訪問、どうもいらっしゃいませ。どうしよっかね、本当にこのままじゃね、大阪行けんよ私。こんばんは。嬉しいお知らせと悲しいお知らせ、どちらにしますか？私からお知らせは何もないですが、どうされました？どうしたの？山ちゃん、だるまたくさんありがとうございます。ありがとう。ファンレベルが上がりました。おバッチの色が変わった。どうもどうも、いつもありがとうございます。ありがとう。こんばんは、こんばんは。今日から5日間お休みです。しかしスケジュールが真っ白です。おお、今日もかわいい。ありがとう、ありがとう、大切にします。さっき手紙の練習をしてたかわいい。羽ちゃん、ありがとう。あ、手紙の練習っていうのは手紙のシーンの練習ですね。先生へ、初めて送る手紙、少しばかり緊張していますのところです。以上お知らせでした。おう、待って待って、あーなるほどね。いいお知らせが5日間から5日間お休みなんだけど、まあ、スケジュールが真っ白で困ってんの？それは体調は元気なの？元気ならもう普段さ、え、だって休みだろ、5日間休めるんでしょ。もう好きなことしたら1日ぐらい、1日寝たら。でももし普段規則正しい生活されてるなら急に1日寝るとか無理か。私1日寝ろって言われたら寝れるんですよ。難しいか。ラビュイ、音符たくさんありがとう。画面が華やかだったよ、切腹さん。ありがとう切腹さん。ぴょんぴょん飛んでたね。山ちゃん、ハートありがとうございます。明日から休みの今が多分一番楽しい瞬間だと思うですって。無駄にしたくない。あ、無駄にしたくないか。でも5日間もあんだぜ。5日間何したいのじゃ。何したいの。こんばんは。改札を抜けての稽古が始まったみたいだね。あ、そうなの。あ、そっか、今日10日もう11か。あ、誰かツイートしてた？
私は今日じゃないんです。誰のツイート、改札を抜けてって検索したら出てくるかな。ほう、地域によっちゃ台風来るかもだからね。あ、そうなんや。台風いつですか？大体週明けは大丈夫やんな。週末とかなら別にいいや、私なんもないし。博多の山さんのファンレベルが上がりました。おめでとうございます。パチ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 、いつもありがとう。出てくるよ。あ、出てくる。じゃあ後で見てみよう。言うて私のターンなんですよね明日。緊張する。いや緊張はしないんだけど、なんだろう、なんだろうな。いや、いや、山ちゃん、いや、ありがとう。いや、そう、なんか、うわ、何、稽古初日じゃないけどさ、初日みたいなもんや。いやもう一度皆さんとお会いしてるから、もうガチ初めましてじゃないけど、なんか何もあははって笑うような話を一度もしないまま終わっちゃったからね、あの時はね。だからさ、緊張するよね。緊張する、本当に。私の大丈夫。そう、小林ゆりちゃん、もう役名から好き、大好き。役大好き。かわいそうやけど。台風は明日から明後日にかけて東日本にって予報出てます。あー、東日本ね。こっちに来るってこと。大阪公演が無事ならもう、もうそれでいい。明日から明後日、まあ家にいるな。人見知りが発動しそう。いやもう発動させない、させないよ。もうさせませんよ私は。本当にわははあって、いやーなんだろうね、むずいね。いやーもう早く来るなら早く明日来てほしい。あ、もう明日来ちゃったやん。もう日付変わってるわ。日付変わってるからもう、もう数時間後、数時間後は言い過ぎた。数十時間後、あ、それは嘘。に、どっちみち稽古ですわ。いやー、なんですかね。私はなんか2作連続、いやネタバレかこれは。そうだよね、改札を抜けては何もまだ話何も出てないよね。いやでも出てるか、小林ゆりは何の役か、何の役か出てた気がするけど。素敵な笑顔で、はい。分かった、分かったわ、そうするわ。いや楽しみなんだけど、そのなんだなんだ、なんか緊張するんですよね。稽古に行く時っておしゃれするんかい。しないね、稽古だよ。けど稽古には行かん。
アンコールやったら結構サボる人みたいやんちゃうねん。家でなんですよ。そう、私は明日は、はあ楽しみ、初見です。どうも、目玉焼きだ、めっちゃよかったらまたコメントしてください。こんばんは、どうも。その笑顔を見たらみんな幸せになれるんよ、きっと。そうであることを願うよ。こんばんは。そうそうそう、今日出かけたんよ、昨日の配信を経て。2個買ってきたよ、ビューティーラボ。How are you? 買ってきた。イエーイ、しのさんありがとう、イエーイ。どい、昨日の配信を経て、グレイッシュネイビー、絶対ネイビーにならへん。何？パッケージ若干違う。こっちは新色って書いてるけど、こっちはグレイッシュネイビーだけ書いてる。こんなことある？2201-2202。何かが違う。お疲れ様です。お疲れ。いいね、ザッチくんありがとう。違うの買ったのか。いや違うことはないんやけど、なんかパッケージが違うね。うん、新色が定番化したのかな。マスオくん、イエイ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 、ありがとう。物は同じですね。どうする、いつ染める。いつ染めてもいいんだよ正直。大阪公演ってさ19やんな、1週間前、12日、1週間前か5日前に染めよう。物は同じっせ。髪が綺麗な自信はありますよ。うん、ちゃんと染まるかな。今日も可愛いです。どうもこんばんは。じゃあさ、いつ染めるか言わんからさ、あ黒くねって思ったら黒いねって言ってほしい。この色をちょっと覚えといてもらって。かわいい、ありがとう。自分で染めるんだね。そうそう、何、渋谷に行くのがちょっとめんどくさいというか、人の多さを知ってるからさ、ちょっとね、考えるだけで嫌になっちゃって。本
当はね。でもあそこの美容院のシャンプーの匂いめっちゃ好きなんよ。お前の一番好き、大好きだから、もうあそこでね毎日シャンプーしてもらいたいぐらいなんだけど、でも本当に渋谷に行くという行動がまずちょっともう本当に嫌だから、今回は断念して任せなさい、気づく自信あり、おお気づいてくれ、やったら髪の毛を触る日が染めた日なわけですね。あ、こうやって色をこうやって見てるあるかもしれへん、私のことやから。でもこうやって見るとな、そんな茶色っぽさはないんだけどな。けどまあまあ覚えといて、この感じを。きっとこの感じ、この茶色みが多分全部消えてくれるはずなんだよね、うまくいけば。しかし2箱使うという技はやったことがないので、どんだけ早くやんなきゃいけないんだろう。泡でしょ、私泡で染めたことないんだけど。楽しみや、気づいてね。だからあのね、早く染めたいんだけども、早く染めて、いやまあ落ちることはないだろうな色が。いやでもな、今晩やる楽しみすぎて多分今日染めそう。ちょっとねえ、結構図星やだ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 。じゃあね、今日は早く寝なきゃいけないのよ。じゃ染めてる場合じゃないのよ、なぜなら稽古だから。今日はもう配信終わって風呂入って寝るの。そうだから今日は絶対やらない。染めた？フライングしてんじゃねえよ。全然あの染めてない。明日稽古頑張ってね。ありがとうございます、ガチで頑張る、ファイト、ありがとう、カネシャンありがとう。わかった、ファイトって言われたから、シャーやったんだ。小林ゆりちゃん、あのシーンがむずいよな、今年の1月の稽古で一番悩んだあのシーン。明日やるかな、いや、やりそうやな、うわまだ起きてる、起きてるよ。染めなきゃ眠れないパターン、いや寝ます、今日は、今日は寝る。めちゃくちゃ染めたいけどね、めちゃくちゃ染めたいけど今日は寝る。渋谷の人のもさ、自分で染めた方がコスパがいいという問題ではないのよね。そう、あとはまあ自分でちょっと染めたいなっていうワクワクもあって、レインボースターマスオくんありがとうございます、ありがとう。どのシーン？ね、割と後半だからな、何？朗読つうのもあって、いやむずい、もうあのシーン、まあほんまにいいなあ、なあっていう。ところがあるんですよ。自分で染めるの？そう、自分で染めようと思って、そういろいろこれとか買ったんすよ。ビニール手袋、普
2組、イヤーキャップ2組、ブラシコーナー1本、もうこれ2回分、お得な2回分の毛玉セットって、おありがたいな。まあ1回しかやらんけど、マソーくんレインボースターありがとうございます。ありがとう。こんばんは。自分で染めたことある？うん、でも全部やったことあるわ。あるある。泡じゃなくてコームのやつ、なんていうの、液体、いや、ま、全部液体なんだけど、何、クリームみたいなでやったことある。まあ若干暗くなったかな程度の色だったかな、あの時は。風呂汚れませんか？うん、汚れないようにめっちゃ気ぃつけてやってる。うん、でもそうね、風呂意外とね、だからついちゃうとさ、何、液体どっかポッてついたらすぐ流さないとさ、色ついちゃうからさ、だからお風呂でやらずに洗面台でタオル巻いて、新聞紙とか、チラシとか下敷いてやってたかな。そうすればさ、いちいちまた流す作業とかもさ、しなくていいじゃん。でも泡はやったことないよ。色はグレイッシュネイビー、まあ、今茶色っぽいから暗くします。うん、前はあと自分でブリーチをして、何色か、なんだっけな、なんか色入れようとしたけどうまくいかなかった時もあった。自分で染めたのは言うてでも3ヶ月ぐらい前、うん、3、4ヶ月前。スペインは朝？スペイン今朝なの？マジ。カネシャンのファンレベルが上がりました。おめでとうございます。暑い。あるある。ホテルに泊まったらそうだね、だいたいダメだよね、髪染めるのね。まあだってあれよ、タオルに確実に色つくもん。あれはねダメよ、そりゃダメよ、落ちないし。だからどうでもいいタオルも買って、って感じかな。こんばんりなっち、どうもいらっしゃいませ、ようこそようこそ。そんなわけかな今日は。あとはあ、そう、大阪行く用のキャリーケースを探してて、家の中で行方不明で、で1個が、まあ3つあるんだけど、私4つあるんだけどキャリーケースが、まあ1つは
リズリサの5、6年前、7年ぐらい前か、の福袋、福袋の入れ物がまずキャリーケースだったっていう時代があって、まあノベルティに近いもの。でもそれは今回大阪の泊まる期間ちょっと長いから入らないだろうなと思って選択肢から外したの。で次、結構長めの連泊だから大きめのキャリーケースあるんだけど、でもそれもちょっとやっぱ大きすぎるかなと思ってで選択肢から外した。ん？なんでそんなでかいものがよくなんて城に住んでるのだってめっちゃおもろいどこでしょうね。ビビビオロゲンさんのファンレベルが上がりました。いつもありがとうございます。それでもう一個だ、残り2つですよ選択肢は。で一個が NMB に入ってからさあ、まあ泊まるとかあったわけじゃん、東京に、東京の握手会でとか。だから言うたら何年前、10年前のキャリーケースを見つけたわけで、まだ使えんのよ。もうボロボロだけどね、ボロボロ傷だらけなんだけどまだ使える。もう一個のが行方不明だから、まあそっちの方向で動いてたんだけど、今日探していたら出てきました、本命のキャリーケースが。よかった。だからそれに、それが今あるんだけど、また何を入れたらいいか30分ぐらい悩んで何もしてません。拍手ありがとう。そう、本当本命がね最後の最後に見つかってよかった。危うくボロボロのキャリーケースで行くところでした。せっかくの大阪な。あとずっと行方不明、あのね東京公園の折り返し、休園日挟んだタイミングで私カバンとか洗濯したんですよ。そしたら買ったばかりのフェイスパウダーがなくなってしまって、きっとまあ共用で使ってたりするし、まあ荷物も満杯に入れてたし、まあもうなくなっちゃったんだろうなって。なくした覚えないし落とした覚えもないけど、ああきっとなくなっちゃったんだ残念って思いながら生きてたんだけど、今日どこから出てきたかわかんない。なんかパッて物持ったらコロン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 って出てきました。こんなちっちゃいフェイスパウダーよ。フェイスパウダーよかった、マジで。もうこれで安心して大阪行けるすぎる。もう本当に超安心して大阪行けるちょっと前はさ、このお気に入りのザラのこの香水もねなくなっちゃってね、え、やばくないと思って、こんな公演期間に2つもなくすと思って、で、
千秋楽私が持って帰る予定だった風子ノートも行方不明だし、もうどうしようと思って。みんなさ、なくし物とかさした時ってさ、もうずっとなんか心モヤモヤしません？どっか何か楽しいことあっても頭の片隅です、あれがないこれがないって。で、私はそれが3つもあったわけ。もうさ、もう毎日さ何も嫌なことないのに、それだけでストレスでさ、本当にんで、どんな管理をしてるのだろういや、だからカバンを選択したタイミングでその2つがね、おかしなとこに行っちゃったんですよね。まあそれで感動の再会、そうよ、感動の再会よ、本当にザッチ君のファンレベルが上がりました。はい、おめでとう、いつもありがとうございます、ありがとう。それでこの子はなんだか分かんないけど紙袋から出てきたの。なんでこんなとこに入れたんだろうっていう紙袋から出てきて、はあ、もう一個買うところだったっていうね、一歩手前で見つかったわけです。で、風子ノートはとあるタイミングで受け取ることができたので、もらえたんです、そのノート。もしね、いやだから本当に持ち主が今誰どこにあるか分かんないままさ、あの千秋楽迎えられず、みんな会えずだったじゃない、東京公演は。そうそうそう、だからさ、このままだと大阪に風子ノートが行くかどうかも分かんないし、誰も知らない、持ってない、分かんないで溢れると思ったから、まあ、とりあえず手に入れた、それは良かった。もうだから3つのうち2つ解消されたわけです。で、そのフェイスパウダーはもうない、もう諦めたんです私は、もうさよならと思って。同時期に別のフェイスパウダー買ってたから、まあしゃあなし、まあそっちで我慢するかと思って。本当にでも今日はすごいですよ。だからキャリーケースも見つかったし、フェイスパウダーも見つかったし、洋服もね、クローゼットに入った。すごいよ本当に、良いです、本当に良き良き。大間さんのファンレベルが上がりました、おめでとうございます。何でも忘れるから次の役や曲を覚えられるのかな、ある意味職業病。何でも忘れるから、いや何でも忘れることはないんですよ。だから普段からなくし物多いとかじゃなくて、たまになくすからこそ、たまに、いや、なくしたことはないの。もうね、だから普段そういうことがない、自分のものの管理、何どこに何があるか分かってるからこそ、パッてなくなった時に、え、待って、みたいな。え、なくす話よく聞くような、いやそんななくしてないから。え、私なくした、何か。あ、でも私のさ、めちゃくちゃお気に入りのさ、水色のさ、あの香水がいないんだよいないんだよ。どうした、このままだと私買いに行くよ本当に。
当に良くないと思う。いつもと違うとこ置いたりするしたら忘れやすいよね。そう、いつもと違うとこに置くねん。私毎回違うとこに置くねん。だからなんよ本当に。お、トイレの花子さんたちの DVD 届いたよ。おお、買ってくださりありがとうございます。おお、届いたん。え、いっぱい見てください。ぜひぜひ。雨降る正午もぜひとも DVD 買おう。おお、できんのかな、してほしいなね。トイレの花子さんたち、ダンスめっちゃ練習したな。振り覚え大変やったなあれ。買ったら見つかるんだよね。え、そうだからもうなくしたり、なんか見つかるまで買わない私。だから同じものが、家に同じものが2つあるっていうのは、目薬とこれぐらい今。マジマジ、ペンだってそんな何本だっても買わないし、私香水だって全部違う匂いだし。目薬とかあのワセリンのリップはあのカバンがさ複数あるから、そのために入れ替えたりそのめんどくさいから、もうもよく使うカバン2つ3つあるから、それに全部入れてる。そうすればさ、もうあれないこれないなんなくてさ済むじゃない。消耗品だし。うん、山ちゃんのファンレベルが上がりました、おめでとうございます。いつもありがとうございます。博多の山さんのファンレベルも上がりました、いつもありがとうございます。ダンス良かったね。そうでしょ、いいな。同じものはないけど似たものばっか買ってませんか。例えば、例えば、なに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 、そんなことないよ私、そんなことないよ。携帯のケース、いやこれはこれは安かったから安かったし、いろいろ楽しみたいと思って買いました。そう、やっぱね安いだけあってね、これ今つけてるのもね、普通のよりはちょっと塗装剥がれるの早いかなーって思ったりするんだけど、まあ、まだまだこの子たちいるし、全然全然ってかもう十分使えるので買ってよかった商品。大間さん花束ありがとうございます、ありがとう。アメリカの特殊部隊の人も同じ方式で忘れ物を防ぐって言ってた。どの方式、いろんなカバンに同じもの入れとくってやつ。ほんとね、目薬とリップは必需品だからね。うん、一応どのカバンにも入れてるかな大体。なるほど。そう、そのためにさ買ったりしてたらさもったいないからって私は思ってる。
この指輪さ、めちゃくちゃストレスめっちゃ嫌やわ。これさ、こっちはさ、まあよくある細めのリングなんだけど、これ横幅めっちゃさあってさ、こうしてたら当たんないんだけど、閉じようとするとさ、この横にここの形に刺さるんだよね。これ今初めてつけたんだけどさ、なんかずっとつけてて思ったの、なんか嫌やなと思って、なんか勝手にさ一人でここにいてくれる分にはいいんだけど、ちょっと隣にまでちょっと来られると嫌ですね。なんかとなんかゴツゴツして痛いし、これはね、わかる？ストレスリングかかかかかか、おおお、なるほど。あ、いやだからそうだ、当たってくるんよ。当たりはだ、当たりは喧嘩に使える。いやこれだとちょっとかすり傷程度ですね多分。うん、ちょうだい、あげませんすごいよな、こんなキラキラいっぱいついてさ、可愛いんだけどな。喧嘩に使えるにしてるストレスリングすごい嫌やな、左手ではなくて右にしてるストレスリング、何があったんでしょうね。ネックレスにするとか、え、確かに可愛いけどさ、でもさよくさこういう輪っかのやつ、指輪のリングってさ何かさ思い出があるものとかさのじゃない？何も思い入れないさ、ただのさ指輪をさネックレスにするのちょっとちょっと何ってならん？可愛いけどな、可愛いけどな。でも何かとね、なんかおしゃれとかじゃなく普通に外出かけるとき腕時計か指輪がないと落ち着かんくなってしまった。思わせぶり匂わせしようやっておもろい、ファンの人からそれ 言ってくるのめっちゃおもろいな。鼻は絶対嫌、耳やったら確かにな、可愛いけどな。ああいやこの子は残念だけど三軍だな気づいたら指輪いっぱい買っちゃうんだよ私。そうめっちゃあるんだよ家に。こんばんは、そう何かとねその指か腕に時計がいたりとかないとなんかすごいね嫌なの嫌なんです。だからね、嫌なんですとか言いながら家に忘れてきたりするから、忘れてきた日とかもマジで、はあ、めっちゃ落ち込む。ちょうだい、嫌です。はい、
この子は三軍になりました。次見るのはいつですかね。この子は可愛いからつけよう。岩の夫さんのファンレベルが上がりました。おめでとうございます。いつもありがとうございます。指輪も各カバンに入れておこう。あー、ありやな。確かに悪くない。三軍はどこに行くの？三軍はアクセサリーケースの中に行きます。一軍は洗面台の近くに、すぐ取れるボックスがあって、基本出かける前って私時間ないから、もうとにかく目につくじゃない、洗面台の横だったら。そこにある、そこにもう時計とかも入れてんの。だからそこに腕時計パパパパってつけて、でカサカサカサ、リング発見、パッ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 って3つ。うーん、私は2つから4つつけるかな、気分による。パッてつけてって感じ。だから出かける前は余裕がないので、アクセサリーケースを開けるなんて時間がないわけですよ。うん、そう。だから三軍はまた会おう。こうして物が増えていくんですね。三軍はどこに行くのってめっちゃおもろいな。ティファニー流行ったな。オープンハート、何オープンハートって。オープンハート。ティファニー、あら、フォローしてくれた人ありがとう。三軍ちゃんたちを各バッグケースに入れておいたら、そうね、バッグな。この辺になんかあるかな。役に立った時に三軍ちゃんを見直すきっかけになるかもね。そうね。あ、じゃあちょうどいいカバンが今ここにいたんで、この中に入れておきます。はい。あ、絶対なくなるこれ。なんかいいとこないかな。あ、いいのがあった。ハンギョドンのポーチ。ハンギョドンがいたのでこの中に入れておくよ。入れておくよよよよよ。はい、すごい目薬入ってたこの中。おお、やるやん。訪問の人どうもいらっしゃい。三軍ちゃん分散してリスクも分散、さすが。そうなのよ、それがいい。確かにいっぱいあるんだよ。でもね、いっぱい指輪持ってるんだけどね、アクセサリー屋さん行くとついまた別のものが欲しくなってしまうんですよ。困りましたね。どうしたものかって感じよ。でさ、これさ、高いもんじゃないからさ、だいたいどこに行ってもアルコール消毒してくださいって言われるじゃん。
でアルコール消毒してとかすると一応避けたり避けてやってるつもりでもついね、あの人にやってもらうパターンとか自動のパターンだとこれでアルコールのせいで塗装がね剥がれちゃったり変色しちゃったりするのよ、たまに。そう、それが悩み。指輪してる時の、うん、って感じ。そう、一回さそんなことを考えずにこう出したら思いっきりブワーってめっちゃさそんな出すっていうぐらいアルコール出るところがあって、でも車内や指輪にもついてしまったし、まあ、車内な。そうしたら色変わっちゃってさ、まあその子はまだ一軍としているんですけどおるんかいな。確かにそろそろ選抜を見直す時も来たかもな、このタイミングで。どのタイミングだよ。で本当はね、一番はちゃんとピアスをつけてお出かけをしたいんだけど、ピアスこそ忘れてしまうんですよね。でピアスもたくさん持ってんのにつけたいピアスがさ、なんかこれはこれみたいな、どうもね、何をしてるんですかね私は。本当にちゃんとしよう、本当にね、ちゃんとしましょうって言いながら、まあ変わらないでしょうね、私のことですから。ほら、なんでこんなところにサングラスがあるんですか。おかしなことがずっと起きてる。なんか困っちゃう。こんなところに台本置いたらまだ台本ないない言うよ私。イヤーカフは持ってない。持ってる一個だけ。あ、どこ置いたっけなあれ。多分アクセサリーケースに入ってる。なんかね、耳痛いんよイヤーカフって。なんかいいイヤーカフが欲しいんだけど。かわいいよねあれね。なんかね、え、わかんないんだけど、ここ圧迫されたら耳痛くなるのかな。痛いんすよ、ここからピーって言って、この辺が、ね、なんでですかね。カネションのファンレベルが上がりました。どうもいつもありがとうございます。パチ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 。初訪問、2度目の訪問の人もどうもいらっしゃい。よかったらコメントしてください。お、スワロフスキーにいいイヤーカフがあるよ。なんだと。調べるか普段買ってるやつの倍ぐらいの値段になるの絶対。ゼロが多いでも一発そういうの欲しいな。なんか気分高めるためにこれあるから頑張ろうって。でもそれなくしたらどうしようとか考えちゃう。めっちゃ小物だから。服とかだったらさなくなんないけどさ、ちょっとドキッとするよね。アクセサリーなくなっちゃったなとか。そう、この間もさ、あのスタバでさゴミ分別してさ捨てる時に、捨てたらそのままさ指輪がさ
スポーンって抜けちゃってさ、たまたまね、紙、あの紙の上にポンって落ちたからよかったんだけど、もしかしたらね、そのスル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 ってもうさようならってなってたかもしれないじゃん。そうなると、まあ雑貨屋さんのね、指輪だからね、サイズはそんなしっかりは合ってないですよ。しかしね、怖いよね。ピアスもなんか緩いなーと思ったら後ろのキャッチャー取れてたとか全然あるから、アクセサリーはちょっと信用できない。自転車の鍵捨てたことあるよ、マックで、やば。あー、それはね、お疲れ様でした。どうなったん？大政タコ、ありがとうございます。ありがとう。タコいるの嫌なんですけど、嫌なんですけど、タコ早くいなくなってください、タコ。ありがとう、大政。ハンギョドン頼んだぜ。ハンギョドン、あ、そうだ、ハンギョドンのさ、当たりくじ始まったんよ。やりに行かな。どうしよう、またヘアターバン3つ連続で出るとか、あ、3つ連続じゃないけど3つ当たるとか。マイメロのさ、ヘアターバン当たっちゃったじゃん、で3回。アイス投げようとしたらタコだった。ほんまに？怪しいな。お店の人と相談した。ああ、そう、そりゃご苦労。大変だったね。ちゃんと見つかって帰れたんかな。そう、それでそのハンギョドンの当たりくじの狙いは、まあもちろん一等のキャリーケースなんですよ。で、本当はそれを持って大阪に行くのが私の夢。あ、当たるのかな。でもな、ここ最近だと、もう 1年半ぐらい前に、マイメロのくじで一回大きなクッションを当てて、それ以来そんなね、くじ運があんまり良くないと言いますか、困りましたね。大政、アイスありがとう。おー、えらい。ちゃんとアイス来ました、ありがとう。でもタコもまだいるんだけど、なんでかな。え、アイスの方がいなくなっちゃった。え、アイスいないのにタコまだいるよ、どういうつもり。大政、どういうつもり。居座ってるんですけど、タコが。困りましたね。アイス投げたら潰れるんだ。え、潰れてた？アイス？マジ？ね、気づかなかった、ごめん。いつもそんなポーイって来てると思ってた。アイス、あ、溶け、あ、そういうこと？え、アイスは残らない。そんな細かいの？ショールームのアイテムってすごいね。そしてタコは居座ると。ゆでだこにしてやろうか。
見た目的にはもう茹でられてるけど。こんばんは。どうも。まもなく終わる配信です。よかったらコメントしてください。あれ、また1時半か。おかしいな。なんでだ。ね。明日稽古なのにね。まあ午後からの場合はもう何時に寝ようが関係ねえか。今日は飲んだ？飲んでません。あ、冷やさないと、例のワインこっちからは潰れたアイスあるよ。どういうこと、どういうこと。ザッチ君のファンレベルが上がりました。よう上がるね、ありがとう。ん、お酒だとは言ってない。だってお酒以外だったら飲みますよ。ああ、カフェラテを飲んだね今日は。あと家にある白桃ウーロン茶とお茶と紅茶、うん、飲んだよ。酒は入ってない。お酒だとは言ってないって、今日は飲んだって。もうそうさ、いつものさだとそうじゃん。飲んでないって言うじゃん。な？茶好きね。うん、茶好きですね。紅茶。アイスティー大好き。ね？ほらやっぱ1位だよ、飲み物ランキング。そう、ワイン冷やさなきゃ。今日はね、この部屋に飲み物を持ってくるのを忘れたので、この配信が終わったら、3キロ先にあるキッチンに行って3キロ先にあるキッチンに行って紅茶をガバ飲みしたいと思います。みんな寝たか？多分寝た。うん。大間さんのファンレベルが上がりました。パチパチパチ。お、リナッチ応援隊にできた。いつもありがとう。やったね。おめでとう。飲むの？いやだから飲まないよ。今日もう飲まない。今日は？え、昨日飲んでたっけ？知らんがなって感じやな、ごめん。だから次飲むのはみんなで13日12日、金曜だよね。今木曜になったから、まあ次の次の配信か。うん、12日ね。 OK。 3キロ先めんどくさいあーおもろおまさかわいい、ありがとう。あ、30分過ぎたわ。きっとみんなももう寝たし、そろそろ終わろうかありがとう。では行きます。13位切腹さん、12位岩の夫さん、11位しのさん、10位ザッチくん、9位ホリッチさん、8位大政、7位バタヤンさん、6位ビビビビヨロゲンさん、5位ヨシアキくん、3位マソウくん、2位がカネシャン、1位がヤマちゃんでした。どうもありがとうございます
結婚してよ、我慢して可愛い投げたよ、良い子だ、偉い、いいぞ、よしよしありがとう。カレー大好きのファンレベルが上がりました、おめでとう。こんばんは。あ、でももう終わるの、もう終わるの。みんな今日も付き合ってくれてありがとう。わしゃ明日稽古に行くわけじゃないんだけど、稽古頑張ってきます。またあの稽古の稽古こないだわってこの配信で言うと思います。はい、おやすみ、ありがとうございました。バイバーイ。